いや、やめてくれ。暖かい風なんて受けたら眠ってしまいそうだ。情けない押し込み強盗だな、お前さんは。俺だってこんなことやりたくてやってるわけじゃない。仕方がなかったんだ。こうするしかなかったんだ。犯罪者ってやつはどいつもこいつもそうやって言い訳する。単に自分が楽をしたいだけのくせに。そうだな。他にも方法があったかもしれない。でも俺にはその道を探し出す知恵も選ぶ根性も代償を支払う覚悟もなかったんだ。隠しているのなら他の連中より少しはマシかもしれないな。悪いな、おっちゃん。カージャックに礼を言われる筋合いもおっちゃんと呼ばれる筋合いもないわ。スーズ、そんなにべったりくっつけて景色を見ているとおでこが冷たくなるぞ。別に興味があったわけじゃないの。あのキラキラ光ってるやつが綺麗だなってちょっと思ったくらいで、珍しくはないけど最近全然見てなかったからなって。誰もそんなこと聞いてないんだけど。っていうか初めて見るんじゃないか、スズは。よそ見をしていていいのか、お前さん。
着いたぞ。たびたびごめん。案内してくれ。すず、ちょっとだけここで待ってろ。さて、これから君はどうするね。悪いな、俺が帰ったら直してくれ。ああ、構いませんよ。留守番電話の伝言だけは聞いてもいいかね。この部屋は娘の部屋だ。今はもうほら。悪かった。これは医務室。おっちゃん、もしかして医者か？一応な。患者はどうしようもない貧乏人ばかりだがな。それ、よければ飲むかね。いらない。それはあんまり君が見ていいもんじゃないぞ。
腰を下ろしていいかな。わしに聞くな。よかったらどうぞ。ありがとう。すず、お前も座っていいぞ。隣にタオルがある。持ってこよう。服はそうだな、2階の部屋のあれを使えばいい。まずそれで体を拭け。風邪をひかれてはかなわ。そっちのタオルで拭けばいいよ。違う違う、私が拭いてあげる。あ？その鼻にかかった声をバカにされているようでちょっとやだな。ともかく私が拭いてあげると言ってるんだからおとなしくしなさい。いいよすず、俺自分でやるから。ダメ、私が拭くの。良一くんは休んでればいいの。すず、やっぱりいいって。まず自分の体を拭いた方がいい。すず？何？あのさ、すず、髪の毛拭かせてもらってもいいかな？うんだ、自分でやります。そんなこと。すずにはいつも世話になってたし、俺が拭きたいんだけど。こういう時は目下の人間が目上の人間を拭くものですから。それなら仕方ないよね。うん、存分に拭くことを許可しちゃいます。拭いてくださいって言えよな、こういう時は。ああ、わしは後ろ向いてた方がいいかね。そうしてくれるとありがたい。
寒くないか？これ服だ。女物の服はややこしくてわからん。適当に持ってきた。別にいいよ、サイズなんてどうでも。着れさえすればな。そうね、別にこだわりなんて持ってないから。なんでお前はそう無駄に偉そうなんだよ。大丈夫大丈夫、分かってるって。今の私は人間なのですから。娘のものだし、背の高さと体型から考えると多分大丈夫だと思うんだが、お前の方はわしのお古だ。娘っていいのか、そんなの。いいんだ、娘はもういない。鈴、ほら万歳しろ。また背中を向いた方がいいかね。仕方ないだろ、慣れれば平気になるよ。普段はずっとあのままだったのかね。はちょっと人見知りが激しいんだ。なるほど、君には懐いているようだな。10年来の付き合いだからな。そうそう、良一くんは私がいないと点でダメなんだから。そりゃ申し訳ない。へえ、そいつはよかった。少女誘拐事件じゃないわけだな。あなた俺をそんな目で見ていたのですか？真夜中に車を強奪しておいてどんな目で見られたかったんだね。そろそろいいだろう。何があったかくらいは話してもらおうか。ああ、ノーコメント。ここまでやっておいてそれはないと思うがね。関係ない。